AKB48 特別公演、岩本照夫監督がリハーサルを視察しました。初日を目前に控えた AKB48 シアターセンターを務める夏木をはじめ、選手たちは一様にリラックスムード。そこへ岩本照夫監督がやってきました。もうとにかく楽しんでいただいて、みんながその楽しめれば、ここに来るお客さんもすごい楽しめると思うので、それだけですね。はい、厳しい眼差しで選手の動きをくまなくチェックする岩本照夫監督。エースと期待する夏木には監督自らがマンツーマン指導。この後も主に実戦形式で 3-4-2-1 の戦術を確認。練習後、監督から選手へ熱いエールが送られました。おはようございます。みんながすごい楽しんでやってくれれば、お客さんもすごい満足してくれると思うので、楽しんでやってください。あとは監督僕なんで、何かあったら僕が全部責任取ります。はい、お願いします。もう皆さんにやりたいように楽しくやっていただければ、すごい期待しています。ありがとうございます。頑張ってください。怪我しないように。はい、ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。今、リハーサルを見てきましたけども、改めて、素晴らしい、公演になるなと思いました。もうこの中では素晴らしい公演が待っていますので、応援してくれる皆さん、期待していてください。劇場で待ってます。岩本照夫青春はまだ終わらない公演は9月18日初日です。以上、佐伯美香がお伝えいたしました。